シェルパチャンネル。基本的な疑問として、自分たちが生徒だった時に直されてよかったって思う記憶があるのかしら。先生たち、僕にはあまりないんだけど。ある。あ、そうです。私はそもそも書くってことはなかったですね、経験的に。でもあるって言ったけど、それは大学生に入ってからですね。うん、だから中高、まあ遠い過去の話なんだけど、いや、だから、いや、正直言って僕はその、なんか書かせたら、その、直さなきゃならんだろうという発想自体が、すごく僕は違和感がある。書かせるという行為を したわけじゃない、それ表現をさせたわけだから、表現をさせたわけで、表現させたのはお前の中にある誤りを外へ出させると、ね、で直すんだよっていう発想はどうもよくわからない。つまりなんか君は間違って理解していることがいっぱいあると、だから発表すればそれが出てくるだろうと、そのなんていうの、馬脚を表すじゃないけど、そのね、そういうのが出てくるだろうっていう、もうそれしか考えてない感じがするんだよね。そういう発想なんですかね。まあ、そういう先生もいるかなと思いますよ。なぜライティングをさせるのかって言ったら、間違いをね、私喋ってる時だとなんか意味通じちゃったりして、そのまま行っちゃうから、ちゃんと書かせるとどこ間違ってるかがはっきり浮き彫りになるから、指導員って言って書かせる先生も確かにいると思いますけど、そうじゃない目的で書かせてる先生もいて、でもその先生は生徒から出てきたプロダクトはどうしても直しちゃうんですよね。だから そこは一致してないっていうか、表現させるために書かせてたんだけど、それは別に間違わせるために、間違いをあぶり出せるために書かせたんじゃないけど、でも出口のところでは答案っていうか、そのライティング集めちゃったら、あ、直して返さなきゃって思って直すみたいな、そういうような意識でライティングタスクやらせてる先生もいると思います。うん、だから それは分からんちゅう、うん、私は気持ちの上では全然分からん、うん、その書かせたものを直すということを しなきゃいけないと思ってる先生方の意識がってことですね。要するに表現というのは結局たくさんさせていくうちに、その人のうちでなんとか なるかならないかだけの話であって、なんとかならないものを外から何かできるとはあんまり思えない。だからそういう意味では白畑さんと同じ意見なのかもしれないけども、あんまり要するに自分で体得したこと以外は自分の身にはならないっていう、なんとなくそういう感じがね、もともとするんで、いや、それで、まあ、もちろん僕みたいな考え方をする人もいるだろうけれども、あまりに違う逆方の発想をする人があまりに多すぎるので、なんか非常に何て言うかな、不思議な思いをするし、今の英表の教科書とかだと、まあ、文法シラバスですよね。そうするとその文法、そのレッスンごとにそのなんかこう自由作文課題みたいなのが後ろにこうついてると、そうするとやっぱり文法ベースというか、なんかこの構造、このレッスンではこの文法項目をうまく引き出せるような課題があったりとか、そういうような、発想もあるから、こうなんか書かせた時にやっぱりここを直さなくちゃとかっていう先生ももしかしたら一部、やっぱり指導者 その学習経験の中に自由度が高い中で自分が何か制作したりとか、まあ話すような経験がまあないっていうか、あったとしてもそこには何か常に正解というのが最終的にあるとか、間違い指摘されるものみたいな、多分そういう先入観なり自分の経験があって、それがベースになって、だから生徒もそれを求めてるんだろうって思うのかなと。ちょっとあれだよね、その今言ってることと逆のような印象を当たるかもしれないけども、僕はあんまりそのフリーに書かせたくないっていう、つまりフリーになるには時期があって、やっぱあんまり今の中高校生、日本人の中高校生はそんなフリーでやれるほどのものは持ってない、だから実は自分だからリテリングぐらいがちょうどいいかなっていう感じがして、でどっか間違っちゃったかなと思ったら、その原文を読んで見てね、でまあスペリングも含めて、あ、ここ違ってるやって自分でもある程度分かるような
ことをずっと重ねていった上でね、うん、それでまあリテリングプラス自分の リテリングじゃないテリングを多少 してとか、していいとか悪いとか言われないのにしたとかね、うん、そういうことなので、あんまりこうなんかトーンと全然もう彼らの持ってるものを違うもので表現させるっていうのはあんまり僕は賛成できないので、どうしてそのなんていうかそのなんだね、あのエラーのコレクションっていうのがそんなに負担になるのかが、僕としてはあんまり間違わないところあたりからやらせ、書かせるところね、うん、そう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 、それその上で徐々にっていうのは僕の前提にあるので。だからあんまりなんか中学生今の3分間なんとかでもいきなり全然関係ないことをペッてやらせるっていうことはあんまり意味のあるようには僕には思えないんですけどね、うん、はい。